代表漫画描いてます伊達蓮です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてはい、ジャンマイドット TV ラバーズ J で、ピンクドッグの白鳥美優です。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりですね。私会いたかったですよ。私も会いたかった。本当ですか。本当本当。結構ツイッターでやり取りしてますもんね。そう、すごいリツイートしてるもん。そう知ってます。本当にありがたいなと思って。ずっと握ってんのね。こんな感じで。ずっと握ってんの。こんな感じで。この間すごいボコボコに負けたんで、もうそのでも悔しさは忘れてないんで。あれからずっとみんな言ってた。はい、え、白鳥さんやばかったっす。あのガールズリーグ第1弾で出させてもらって、ご一緒しまして。第1回初回ですよね。そう初回。ボコボコにやられたんですけど、今回第3弾ということで。今回も初回なんですよね。そうですね。初回初回。なぜか我々は第1弾。よろしくお願いします。いい勝負しましょうよ。いい今日は本当に頑張ります、はい、ということで新番組なんで。あ、そうですよ。だから頂上決戦って出玉総取りじゃないですか。そうですね。でガールズリーグはなんだ、うん、あれですよ、決められたスペック。そうなんです。くじ引きのやつ で、ね、でやるじゃないですか。で今回はまただから違うってことです。あります、新しいルールが。おじゃじゃじゃーん。なんすかなんすか。こちらになっております。こちらですね、はい、これ待ちということで、はい、演出が9つ用意されております。でこれがなんとですね、ビンゴ形式になっておりまして、はい、演出が出たらくり抜いていけるんですよ、はい、あで ビンゴになるってことですね。そうなんです。このビンゴの数を、はい、制限時間の最後に、はい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 、どちらが多くビンゴの数、ライン数。あ、だからこれ待ちなわけだ。これ待ち、これ待ち、これ待ち。すごい説明下手なんですけど、分かってくださって嬉しいです。理解力多分あるかもしれないですね。ありがたいです。説明が良かったんだよ。いや本当ですか。優しい。でも今日ライバルなんですよ。なんか2人で勝とうよ。優しい。私いつもいじめられる側なんですよ、こういう時に。あ、じゃあ弱いから今のなしで。え、嘘。いやもう仲良くやりましょう。いやもう私しか勝たなくていいや。え、嘘。でも今回も罰ゲームあるらしいんですよ。あ、多分大丈夫。白鳥さんでしょ。私ダダ詰めでしたからこの間。白鳥さんでしょ多分。やだ。よいよいよいよ。もうだってカメラ回ってないとこでも、うん、今日は白鳥さんだから白鳥さんだから勝てるなみたいなね、覚えてますから。そうな感じでね。ってことは、うん、今日何、騎士はこれってこと。あ、まあ、決まってない。そうなんです。北斗無双で今日は行こうかなと思いますので、よろしくお願いします。北斗無双いいですね。これね、演出なんですけど、まあ、はい、まあ出るかな出ないかなっていう。でもだからキリン、うん、金色放流出て、うん、でこれ行って、うん、これ行って当たっちゃえばこれでこれでしょ。一気にだから 2,3 個ぐらい開くこのこともあるわけ。伊達さん賢い。ありがとう。私気づいてなかったよ。今日いっぱい寝てきたから。じゃあもうバッチリです。頭の回転頭バッチリ。今日大雨なんですよね。大雨に負けずにね。今日ね土砂降りなんです。土砂降りなんでね。そう、この天気に負けず。パン君と撮った時も土砂降りだったんだよ。雨女。超雨女、ね、今日はじゃあ雨に負けず、いい勝負しましょう。あ、だから出玉の雨を降らせましょうっていう。お、いいこと言った。いいこと言いました、いいこと言いました。本当によかった。いいこと言いました。じゃあ、いきます。ということでね、決めのポーズで実践スタートできましょうか、はい、楽しくいきましょう。せーの、これ待ち。今回2人がやってきたのは、埼玉県新座市にあるニュー大英。そして、実践する機種がこちら、パチンコ CR 新北斗無双。大当たり確率約319分の1。ひとたび SD に入れば継続率約 80%。 さらに最大出玉数が約2400と爆発力に期待が持てる台となっております。今回2人にはこちらの演出を出していただきます。それでは実践スタート。お願いします。お願いします。隣同士だね。嬉しい。いいですね。ドキドキしちゃう。なんかいろいろ会話しながらやれますからね。通常時で、はい、狙えるところはやっぱ一撃当選と真剣、まあ、金保留。金保留を私いまだに1回も見たことないです、正直。あ、本当ですか。じゃあ普段当たるときは赤、うん、赤です。おー、
だから金出たらいいな。てか金出たら熱いですよね。金出たら熱いですよね。熱い普通に熱いですよね。普通に熱いよ、ね、でもやっぱり一番最初に欲しいところは一撃当選ちゃうかな。一番なんか可能性があるし、これ ST 中も出るから。あ、なるほど。そうどこでもチャンスは引けるかなっていう。なるほどですね。そんな最初から当てないでくださいよ。本当に大丈夫、青堀だから。大丈夫ですか。いや、わかんない、強いからな、まあ、完全制圧のチャンスだね。あ、本当だ、やばい。青だからちょっと行かない可能性が高い。あ、瞬殺。あ、瞬殺か。瞬殺。前回ご一緒させてもらった時に、はい、あの天然様がとか聞いた覚えがあるんですけど。そうですよ ね、 そうですね。私は基本的に本当に男趣味悪い。じゃあ北斗だったらどうなんですか。北斗だったらレイかシン。あ、意外と普通。あ、ちょっと意外でした。こうアミバかと思いました。アミバ、あ、アミバ。じゃあでも男らしい人が好きなんだろうなと思ってたんで。あ、ケンシロウも好きですよ。へー。だけどやっぱり好きなのはシンかレイ、へー、になってくるかな。結局挑発ですね、どちらも。レイは別に挑発じゃないよ。え、違うんですか。あれは何、セミロング。セミロング。あ、挑発じゃないんだ。ちなみにじゃあ北斗、まあ、無双でもいいし、北斗の剣だったら誰を信じた。私、あ、でもそっか、結構にわかなんですけど、はい、トキかな。あ、本当ですか、うん、ちょっと意外なとこだな。なんか私あの髪の毛がね、白い人が好きなんですよ。あ、それはわかる。わかりますか。それはわかる。だから髪の毛トキってもともとあれですよね、黒だった、ね、黒だったんですよ。その時よりはやっぱ白い方がにわかですけど、わかんないけど、うん、だからレイも白いくなったときに、なるなる。ああ、もうすごい弱ってるときね。弱、 あれは弱ってるんですね。あれ3日しか命持たないときでドンってやられて。それは、あ、それなんか知ってます。そう、ラオウにドカーンってやられて。あ、ラオウの惑星なんだ。そう、あ、レイはマミア好きなんだけど、うん、基本的にそれ以外は、うん、ユリアに会ったら全員ユリア好きになっちゃう。え、じゃあ、頑張って、真剣ゾーン来るかも。来ないかな。じゃあ、お願い。おい、来た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 。真剣ゾーン来たけど。熱い熱い。待って、真剣ゾーン入ってから。1個開いた。左上だよ。え、でもね、保留がね、少なかったんですよ。だから大丈夫だよ、だって42秒じゃん。いや、やばい、嬉しい。いけるいける。いや、当たったらどうしよう。当たったらどうしよう。いや、当ててくださいよ。私こんな、え、本当に保留チェンジで、あ、とりあえず赤になった。真剣ゾーンは疑似にが熱い。あ、そうなんですか。じゃあここでリーチかかったら、うん、ちょっとでもね、あと X 秒かける2があるからな。いや、疑似お願い。継続が出れば。あ、継続だ。疑似さんか。疑似さんですね。でもあんまり変わんないみたいですよ。落ちてるじゃん。いいじゃないですか。落ちた。ちょ、マジで、え、当たったらいいな。2、1。圧だ、でも圧だ。でるりん、赤い。当たるかも。刺激的。金になれ。金ね、大丈夫かな。あ、これちょっと当たってほしいな。あ、またカウントダウン出てるじゃないですか。出てますね、うん、あ、キリン柄出るかもしれない。あ、出るかもしれない。キリン柄行くかも。右だったらね。頼むよ。当たったら嬉しいな。これもしかしたら奥義出た。あれカウントダウンの後気になるな。勝利とか出てくるんじゃないの。え、そんなのあるんですか。いや、わかんない、見たことない。あ、ここで多分キリンがあって、あ、キリン出たっていうか、キリン、やばいやばい。当たる。待って、キリンからも出た。やばい、熱い。ちょ、これはちょっとマジ。え、いいねマジ。いや、当たるっしょこれ。イエーイ、早い。やった。
ます。おめでとうございます。やりました。弱くない今日は。今日はいけるんじゃないですか。やったね。いけるいける。やイエーイ。いけるいける早い早い。これ待ち。これね真剣ゾーンとキリン柄がくり抜けた。真剣ゾーン。やば。くり抜いたのすごいな。やっと。うん、え、シールいただきました。なになに。あ、そういうのあるんだ。これで埋めていくということ。いい。ちょっと三。ちょ、まずここで止まって。お願い。素晴らしい。やった。三。やった。ちょ待って、マジ嬉しい。あ、だからこれだよ。幻冬ラスト10年も入ってる。これも抜ける。幻冬ラスト時に、あ、これか。それも抜ける。やばい。一気に3個来た。一気に3個。え、今日罰ゲームお願いします。まだわかんないですよ。まだあと10、まあ、全然だ。18まで10分の。いいね。最先いいね。こんなことって私本当にない最近。イエーイ、V 入賞だぜ。素晴らしい素晴らしい。イエーイ、よかったよかった。私じゃ ST 入るのすごい久しぶりなんですよね。時にしよう。奥義重視型、まあ、シンとかも奥義重視ね。へえ、奥義重視型。あ、でも私レイ、あ、じゃあ迷う。あ、時にしよう。とりあえず時にしよう。迷ってるね。かなり迷った。浮気症なんで。いや、わかるわ。 ありがとうございます。はい、幻冬ランチも突入しました。順調じゃない。順調。まあでもビンゴはまだできてないんですよね。3個埋まったけど。ああ、そっか、うん、ビンゴの数か。そうなんですよ、ビンゴの数、うん、でも同じライン数だったら、あ、そうか、あの穴が多い方がそうなります。そういうことです。なるほどね。え、残り100だ。ちょ、いけるか。お願い。赤になった、保留が。ほら、これは頼むよ。いや、これはいけるでしょ。はい、これはいける。で、これ星5つ専用じゃないからな。4個だ。でもあ、アイン意外と弱いんだな、はい、激押しボタンが出たらいいんだな。そう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 、なるほどですね。なんか印象としては奥義重視だと結構出るイメージが。あ、教えてくれる。イエーイ、やったやったぞ。お、やった。あ、これは7になるぞ。7になる。イエーイ。違った。ウィーン。ウィーンでした。特に違った。ウィーンだった。やった。イエーイ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 。あー、もう楽しいな。北斗無双よかったっすね。実は久しぶりに打つんですよ、北斗無双。あ、そうなんですか。普段はパチンコだったろ。普段アマデジばっか打っちゃうんですよ。あー、わかる。そう、それなんでね、すごい久しぶりに打って楽しい。ハマりそう、また。え、違った。4かそうか。まあでもね、 50% ですよね、確か。お、姿勢チャージだ。あー、ラッキー。わー、素晴らしい。ラッキーラッキー。保留レンナー。イエーイ、素晴らしい。え、今日強いかも。今日強いね。こんなこと私できて本当にない。あ、やったー。あ、いった。行きましたよ。素晴らしい。さっき4ラウンドだったから嬉しい。増えるで騙す。いいなぁ、初期投資抑えられるのが一番理想。そうなんですよね。あ、いや、あ、わ、ちょっと一撃投資チャンス来る。あー楽しそうだね。かなりビンゴかと思ったのにな、今。あ、ここ真ん中抜けるのが一番でかいんですよね。そうですよ、そうですよ。減りが少ないな。どうだ。あー、減らない。あー、ラオは強かった。まあ実の兄弟だからね。そっか、そうです。おお、素晴らしい。姿勢チャージでした。嬉しい。あ、また姿勢チャージだ。保留練しまくり。すごい、やりました。素晴らしい素晴らしい。こんな順調に久しぶりなのも何回も言うけど、そんなに珍しい。本当に珍しいですよ。本当に珍しいんですよ。朝だけになるかもしれないですけどね、私も。あれみたいな。あ、私後半タイプだから。あ、やっぱりですか。
私結構ね前半頑張っちゃうと後半も全部飲まれて追加投資っていうことがだいぶ多いんで、あ今多分そんな話してる場合じゃないですか。いやもう1位もう1位もう終わったてか終わった終わった5回あでも5連したんですね。5連しました。7260発で3個抜き3個抜きですね今。あまあまあまあ再び新たな的を抜けるように頑張ります。ここで伊達の台に動きが。ギジさん、さっきからギジさんはするのよ。そっからあの電気が赤赤。あ、え？赤。当たるといいな。お、100。やりましたね。どこのバトルに行くのかな。100。お、赤いよ。赤がいい。おう。あ、赤いんだよね。赤いですね。ちょっと弱いな。びっくりするぐらい弱いぞ。あ、しかも審査も出てる。審査も出てる。審査もサラサラ髪。かっこいいわ。あ、時出てる時かっこいい。このリッチだ。どっちも推しキャラが出る。サウザーも好きなんだよね。まあ、強い。そうで、黒だね。黒か緑だね。ケンちゃんか。ダメか。せっかく誰だよ、ケンちゃんって。ケンちゃんだ、ケンちゃん。はい、呼んだことないわ。いやケンちゃんたまにやってくれますからね。やってくれっかな。やってくれますよ。いけ。あしょうがない、しょうがない、しょうがない、しょうがない。本日初バトルか。あ、そうですよね。本日初バトルで当たった。私もじゃないから。あ私外れてますから。外れちゃってますね。これはまずい。食費を削らなきゃいけなくなってくる。まずい。それは非常にまずい。今なんかお金ないとき考えません。ご飯負けてるとかな。あ、なんか最初は出玉とか持ってると、うん、なんかちょっと今日外食して帰ろうかなみたいな。あー、なるほど。飲まれてきて追い込み、うん、追いかけ始めると、うん、あー今日はやっぱり今日はやっぱり。じゃあ私逆に勝ってるときこそ、うん、あのケチになるんですよ。で負けてる時は、どうせ負けるから、違うところでお金使おうと思って。ああ、なるほど。あ、いいですね。お金使いが荒くなっちゃうんですよ、うん、負けてる時の方が。よくない。そう、よくないわ。じゃあ本当よくないんですよ。勝ってる時の方がすごい節約できる。ああ、なぜか。じゃあ結局すげえ量パチンコに費やしてるってことね。そう、いろいろ勝ってます。本当にそう。じゃあ今日サンドイッチならないように。あったホール。今日、私おにぎりの可能性ある。あ、おにぎり。あ、嘘、ごめん、実家だった。あ、実家なら大丈夫。実家なら大丈夫。ご飯あるわ。よかったです。私も正直3つ空いてるんですけど、うん、あ、ビンゴにはなってないですね。そう、なってないし、一撃当選出せばビンゴにはなるんですけど、もう1個の激推しボタンちょっと厳しい気がするんですよね。出るかな。激推しもちょろちょろ出るような気は。私本当見たことない気がするから。出るかな。それが来なかったら結局空いてるだけでビンゴにならない。やべ、ゆきち一人死んだ。うわ、早い。五輪中です。二人目のゆきちさんが樋口にしてみる。あ、ちょっと気分変えてみます。気分変えて樋口にしてみる。女の子が好きかもしれない。あ、でもサンデリーチっすよ。サンデリーチでどうなんですか。分からん。当たったら分からん、ね、ST 直撃。そうよ。どうなる。落ちろ。落ちて。落ちた。もう一個、もう一回。でもこれ全部落ちたら真ん中よ。そうだ、一撃当選チャンスだ。マジお願い。じゃあここで、ここでお願い、お願い。マジ。いくよ。もう一回。
ですね。外れても大丈夫。外れてもじゃあ当たってほしいけどね。星タコ。じゃあ、やっちゃう。激押し出る可能性もあるわ。激押し出ちゃう？出ちゃえ。当てなかった。せーの。うわー！嘘！本当に？あんなに当たんだね。当たりましたね。当たるんだね。急だったね。当たる当たるんだ。青堀。当たるもんですね。私ちょっと今日やばいかも。今日やばいじゃん。やばいかもしれない。あ、私今日やべえな。逆にね。しかも3だ。イエーイよかったね。そしてイエーイ、ビンゴ、ビンゴ来た、ビンゴ来た、あー、ビンゴ来ちゃったな。ちょっと嬉しいな。なんかすげえ今汗かいてきちゃったびっくりしましたよ。でもびっくりした。私もまさかちゃんと一撃当選に入って。はい、お、な、なんか保留4つあった。なあ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 真ん中だった。真ん中あったらね、真ん中あったらね。急だね。あら、赤になった。赤か、金だったらよかったね。しかも少ねえ。せっかくなんかあれだったのに、うん、びっくりした。あ、でもまた新様、新様と特技が今回どうしよっかな。今回はちょっとリンちゃんで、あー、リンはやめよう、変えよう。じゃあレイにする。あ、でも伊達先生の方かな。大丈夫、私審査までするから。あ、本当ですか。じゃあレイにしよう。当たったらね。今回はちょっと変えてレイにします。あー、赤かー、びっくりした。こっちの話ちょっと応援してるんだよ今。当たってほしいな。あー、保養なのにしょうがない。まあちょっと暑いの来たな、いや、そうじゃないんだよな。暑いの来てもこういうので、そうなんですよね。ここのにも、そう、結局だから何も開かないんだよこれ。悲しい。外れても1個開けばいいんだけどね。そうなんですよね、うん。初めて見たな、北斗無双チャンス。トキか。あ、さっきと逆じゃないですか。そうですね、そう、本当だ。レイでトキを。レイはバランス派か。バランスでした。詳しいですね。だっていつもやってますからね。あ、そうか。赤保留だからね、当たってほしいな。赤保留だったんですか。そうです、赤保留だったんですよ。お、じゃあ当たるんじゃないですか。北斗系の赤は結構信頼度っていうかいいっすよね。あ、本当だ、強そう。結構期待できちゃう。頼むよ、一撃やったぜ。ふう、やったね。すごいな、今日はすごいです、本当に。調子いいっすね、うん。大チャンス、大チャンス。すぐ当たるべ。ふぅ、イエーイ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 。いけるか。あ、いけない。おいっと、意外といける。赤って強いんですね、やっぱり。強いですね、うん、無理と思った。やっ、すごくないですか。わあ、すげえ。マジ嬉しい。今日はすごい。どうしたの今日。マジどうしたのってレベルです、本当に。あ、やった。しかも7になる。なるね。いえ、白鳥が順調に出玉を増やす中、未だ演出すら出せていない伊達。しかしここで最大のチャンスが舞い降りた。あ、おわ、なんか急に。
同じ時から。最後がジャギだ。ジャギまで行ってほしいですね。ジャギまで行ってほしい。行かないな。あ、行ったよ。行った行った行った。これは激アツバトル確定。赤やった、嬉しい。マジこれ当たりますように。おーおー、4兄弟来た。おー、熱い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 。進んでいかないか。そう、チャンスアップなし。黒だね。赤。お願い。うわー、しょうがない。これなんかこの前のなんか三平くんのやつで見たこの外し方。逆に外されてました。なんか普通に外してた。いやね、やっぱしたんだよ、真剣いかないし。先生はお怒りだ。これ星5じゃない。違うよ、パルコ舐めんだよ。パルコ舐めんだこら。先生逆に 2.5 だった。強い敵だった。謝れ。 ごめんねパルコさん。じゃあ星ちょっと弱そうかなって思っちゃった。いや、ラオウが唯一命奪わなかったやつなんだぞ。へぇ、命奪わなかったっていうか、まあいろいろあるんだけど。いけるか。いけ、いけ、いけ。あー、ダメだった。あー、ファルコ強い。姿勢チャージかも。かなぁ。だって赤だったんですよね。赤です。わあ、そうだった、そうでした。さすがですね。うるさい。さすが。ほんと何でも知ってる。あー、ありがとうございます。知ってるわけじゃないですよ、別に。みんなわかるでしょ、大体。私もダメだと思うな。ありがとうございます。とんでもないです。やりました。おめでとうございます。やりました。白鳥さん、今日はマジで強い。ちょっとダメだ、ちょっと待って、うん、ちょっとあれ挟んだ方がいいですよ。白鳥さんだけには絶対負けたくない。そんなこと言ってると負けちゃいますよ。あ、なんか勝てる気してきた。あんなも思い出してくださいよ、本当に。あのひどかった、もうダメダメ。お昼の時かなりへこんでた私を。どうしましょうみたいな。いや逆に言うと朝なんかあんな余裕ぶってた自分が恥ずかしいよ。そういうもんですから。